大谷翔平、僕はもう誰も信じられない。なんしょぼくれた顔してんだよ翔平。現れそうな人物。富士ガッフ近藤。いや、トラウトやろ。ガッフはマジで駆けつけてそう。もう飛行機乗ってるやろ。栗山なんて親族限定の大谷姉結婚披露宴に出て新婦側でスピーチしただけの間柄やぞ。一平とは日ハム時代からの関係だし栗山しかおらん。これほどガッフが待望されるのって WBC でもなかったんとちゃうか。水原を通訳につけたのはガッフだし責任は感じてそう。近藤がしょぼくれてんのうざいわーってニヤニヤしながら励ましてほしい。ハム時代の関係者が頑張れ。実際一番仲いい選手って誰なんやろ。逆に上原が励ましに来る。かつてのライバルが味方になる展開。別にライバルちゃうやろ。いくら大谷でもきついだろうな。メンタルケアしっかりしてほしい。始まりから終わりまで綺麗な物語なんてないんだなって。今年、正念場やな。デコピン、頑張れ。